よろぶん、あにゃせよ。 MC の古山さゆきです。 K スタイル5周年ちょんまえ出館にだ、おめでとうございます。5周年早いですね。そして K スタイルなくして今の韓流ライフはないという方も多いんじゃないでしょうか。とにかく情報が早い、そして正確。僕も本当に助かってます。毎日 LINE が来ます。そしてそれを見るたびに、うわこんなことが、やっぱり速報いいですね。感謝しております。2016年、今年私にとっては本当にたくさんのアイドルや韓流スターの皆さんと一緒にお仕事させていただきましたが、やっぱりこう世代交代っていう言葉でくくってしまうとちょっと怒られるかもしれませんけれども、新しいスター、そして新しいファン層が開拓された、そんな1年だったような気がするんですよね。まあ、入隊組除隊組含めてですね、本当にワッターカッター行ったり来たりの多い1年だったような気がします。まあ、そういった意味でも2016年はある意味韓流、ここ日本においては転換期になったのかなという気がしますが、でもその一方ですごくこう10代のファンの方が増えていて、さらに K-POP の熱気もですね、これまでとは違った新しいムーブメント、熱気が生まれてるのかなという感じが現場にいる僕からも感じます。きっと2017年はさらなるスターの誕生、そして盛り上がりが期待できるんじゃないかな。まあ、そういう意味でも K スタイルさんに、まあ、情報を託すという方も多いんじゃないでしょうか。5周年、10周年、そして20周年とこれからも長く続くことを願ってますし、来年こそは K スタイルさんと何かお仕事をしたい、そう願いつつ5周年の挨拶に変えさせていただきます。最後は結婚式見たくなりましたけれども、ご了承ください。これからも K スタイルよろしくお願いいたします。